の心臓の周り、なんか殺伐とした雰囲気が漂ってるぞ。普通の人はこんなとこ近寄りもしないだろう。あれ、よく見ると上にはめてあるのは神の目。神の目！メガリレーで押収した神の目をこの心臓にはめ込んでるのか？やはりもうメガリレーのことは聞いているんだね。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国。そして稲妻は永遠の国なんだ。ライデン将軍は稲妻の統治者であり、稲妻の神でもある。幾千年も変わらない永遠こそこの国を司る彼女の意志なんだ。そのため三奉行によって国政を固め、鎖国令で人員の流動を阻止する。稲妻をそのように静止した状態にし、時間という流れから逸脱させ、稲妻を不変のまま永遠までたどり着かせる。それが将軍の考えだ。神にも自分たちの考えがあるんだな。もちろんこれは俺自身の見解だけどね。最近行われているメガリレーの理由については、もしかしたら将軍は神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだろう。だからライデン将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千手百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。なんかライデン将軍ってちょっとわがままじゃないか？君たちみたいな異教人くらいだろうね。そんな風にライデン将軍を批判できるのは。だが俺もそう思うよ。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレーが出されたその日から抵抗する決心をした。あれ、どうしたんだ？そんな顔して。音？俺は聞こえなかったけど、何か起きたのか？心臓に触ったんだよな。何かあったのか？願い？ふん。確かにそれは。ある言い伝えを裏付けることになるね。
聞いたことはあるかな。人の願いが一定の強さに達した時、神の視線がそのものに降り注ぐ。それが神の目の由来なんだ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。もし君が言ったことが本当であれば、どうやら人々の願いは俺が思っていたよりも根強いものだったようだ。さあ、鳴神島のお客人がだ。そろそろ次の場所、上里府へ向かおうか。やっと行けるのか。
これが稲妻の両家の屋敷なのか？なんか思ってたほどそうでもないような。神里府へようこそ、お客人方。お嬢がお二人をお待ちしておりますよ。お前がずっと言ってた白鷺の姫君だよな。どこにいるんだ？屏風の後ろ？ははっ、シャブ業の御令嬢はいつもこうして客人と接しているんだ。100年も続いているシャブ業の習わしだ。許してやってくれ。白鷺の姫君だからな。海を渡り長旅で疲れていることでしょう。ここへ来てもこのような形でしか会うことができず、本当に申し訳ございません。お二方の到着をずっと楽しみにしていました。当麻からの報告でお二方に形勢を変えるほどの力があることも確認しております。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。シャブ業は将軍様に仕えているとはいえ、職務上人々と最も近い立場でもあります。もともと武行の権力は民の信頼から来るもの。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。言ったでしょう、お嬢。そのやり方じゃダメだって。あ、少々お待ちを。どうかお待ちください。あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり私の三つの願いを叶える手伝いをしてください。どんな願いなんだ？三人の神の目を失った方々にまつわることです。彼らにお会いすればあなたもきっと。村を守る武人、過去にメガリレーを執行していた武士、それと天下一を目指す剣術家。これで合ってるか？はい、
その者たちをできる限り助けてあげてください。私はここであなた方の帰りをお待ちしております。ではお願いします。頑張ってくれよみんな。
で、どれどれ、彩香が言ってた人は、どうしてなんじゃ。もう何年もここにいるのに、なぜ今さら離れると。そうだそうだ、まだ心の準備もできておらん。いきなりそんなことを言われても。子供たちもまたお前と遊びたいと思ってる。頼む、考え直してくれ。あいつが彩香の言ってた人に間違いないみたいだな。早く行ってみようぜ。あんたは手島さんを引き止めに来たのかい？手島さんはな、30年前にここに来てからずっとこの地におられる方じゃ。放蕩団を追い払ったり、魔物を撃退したり、村の争いを止めてくれたり。彼は多くの心血をここに注いできた。私らの最も尊敬するお方じゃ。しかし、いきなりここを離れるなんて言い出したんじゃ。もしかしたら、私ら何か間違えたことをしてしまったのかの。できることなら、手島さんに火を浴び、これからもここに残ってほしいんじゃが。このことはメガリレーと関係があるのかもしれない。手島さんは何も悪くないのに、神の目を押収された。その後の彼は人が変わったようだった。うまく言えないが、彼は何か大切なものを失ってしまったようだった。村の周囲を一人で何度も回っていたかと思うと、いきなり世界を一周するなんて言い出したんだ。俺たちも別に彼をここに留まらせようとしているわけじゃない。ただ、魂が抜けたような彼をこのまま行かせることはできない。どうやらみんな、あの人のことを尊敬してるみたいだな。お前が手島って人だな。どうしていきなりここを離れようとしてるんだ？俺か？離れるっていうよりも、どうしてここに居続けているのかがわからない。ああ、だがそれは俺が残る理由にならない。
30年前、どうして俺はここに来たんだ。30年もの間、どうして俺はずっとここにいた。もう何も覚えてない。神の目を奪われてからたくさんのことを忘れてしまったようだ。昔の俺はここに残りたいようだったが、今はもうそんな考えもなくなった。どこか遠くに行った方がマシだ。まあ心の中は空っぽなままだが。そうだったのか。それってお前がここに残る理由を探し出せば残ってくれるってことだよな。おい、でも自分でも忘れてるみたいだし、どうすればいいんだろう。頑張って思い出してみるってのはどうだ。こうピキーンっていう感じで。そういえば以前手島さんに果物を届けた時、日記を書いていたような。俺にそんな習慣があったのか。正直もう覚えていない。あった。その時の手島さん、面白いことを書き記しておいて大事な時に使うんだって言ってたよ。それだ。その日記を探せば手島さんを引き止めることができるかもしれない。あたりを探してみようぜ。じゃあ頼んだよ。私は先に村に帰って手島さんの状況を他のみんなに説明してくる。どれ？今日は村のみんなと一緒に干物の網焼きを作った。俺は不器用でうっかり網を焦がしてしまった。仕方なく最初から黒魚のかば焼きを作っていたことにした。今日は村で溺れていた子供を助けた。その子は自分の友達のバンブがまだ水の中にいると言った。俺は半日かけて探し回り、やっとわかった。そのバンブっていう友達はその子の飼っているカニだった。今日はタコをあげに行った。糸が突然切れた。どんなに追いかけても追いつけなかった。仕方なく休憩できる場所に座り、それが遠くへ行くのをただ眺めていた。なんか全部日常の出来事みたいだな。あれ、待てよ、これを見ろ。今日はまた近くの祠へお祈りに行き、そこでずっと座っていた。お前が送ったお守りも色あせたが、
それでも俺の一番大事なものだ。なんか有力な情報みたいだな。祠に行ってみようぜ。ここが手島さんがよく来てた場所みたいだ。地面に動かした痕跡があるぞ。もしかして手島さん、何かお宝をここに隠してて、それでずっとこの村に残ってたのか？手島さんが30年も守ってきたお宝、きっとすごいんだろうな。早く掘り出してみようぜ。これは手紙？時間が経ちすぎててもう黄ばんでるぞ。本田村、聞き覚えのある名前だな。どこだっけ？確かに俺の筆跡だ。お守りと手紙も俺のものだと思う。それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。30年も。その間、毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を彼女に聞かせるために。
なことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。愛も後悔も彼女に関することも全て消えた。そうでもない。彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の姿、声、俺と経験した出来事、全て忘れてしまった。初めから彼女がいなかったかのように、全てが儚い夢だったかのように。それはもういい。こんなにも待ったんだ。これからも待ち続けよう。ただ本当に彼女に会えたとしても、名前すら口にできなかったら彼女は悲しく思うだろうか。それを考えると俺の心は確かに悲しくなる。おかしいな。彼女のことはもう覚えてないのに、どうしてこんな思いを抱くんだ。前もそうだった。心の中が空っぽで何か欠けているような。何はともあれ、俺がここに残る理由を取り戻してくれてありがとう。ここに残って彼女を待ち続けるよ。手島さんはそんなに悲しくないって言ってたけど、なんかオイラはすっごく悲しいぞ。アヤカとトーマが言ったように、神の目を失ったら願いと関係あるすべてが同時に失われるのかもな。これが手島さんがあんなことになった原因だと思う。オイラたち手島さんの役に立てたかな。はい、うん、次の人を探しに行こう。アヤカからの情報だと、二人目の神の目を奪われた人って天領奉行の武士だったよな。と、え、稲妻の治安維持を任されてる。メガリレーもあいつらが執行してるはずだ。
なんで自分たちの仲間に手を出してるんだ？わからない。ちょっと待て、あっちで何か騒ぎが起きてるぞ。行ってみよう。今月のお救い前、それを渡すかどうか聞いてるんだ。俺たちみんなそれを頼りに生きてんだぞ。納得のいく説明をしてもらうまで帰れると思うな。何度も言ったように、俺はお救い米なんてものは知らない。まだ嘘をつくか。命に関わる食料なんだ。お前たち武士に横領されるためのものじゃねえ。武士なら好き勝手できるってのかよ。天領奉行所に行って告発してやる。誰だ、黒沢の仲間か。いやいや、オイラたちはただの通りすがりだ。なんだか騒がしかったから、何があったのか見に来たんだ。そうか、ちょうどよかった。お前たちからも何か言ってやってくれ。こいつは黒沢っていう武士で、幕府軍の人間だ。幕府軍はこの近くでお救い米を配っていて、こいつがその責任者でな。以前はこいつに会えばお救い米を分けてくれたのに、急にくれなくなったんだ。きっと欲に負けて食料を横領するつもりなんだよ。その食料がなきゃ俺たち飢え死にしちまうっていうのに。俺たちの気持ちは考えてくれないのか。昔は心優しいお方だと思ってたのに、どうやら他の武士と同じで悪人だったみたいだな。道理で神の目も奪われるわけだ。雷電将軍もこんな奴に国を治める手助けをしてほしくないだろう。こいつが綾香の言ってたやつか。でもなんで綾香はこんな奴の手助けをオイラたちにさせようとしてるんだ。とりあえずこの黒沢って武士がどう思ってるのか聞いてみよう。何がお救い米だ、そんなこと聞かされてない。あいつらがどこからそんな噂を聞いたか知らないが、きっとそれを使って俺をたかりに来たんだ。俺にお救い米があるとしたら、こんなに貧しいわけないだろう。笑えるぜ。俺も食べるものにありつけてないってのに。用がないならもう行ってくれ。まだやることがあるんだ。確かにそれは本当のことだ。幕府軍に奴、俺がメガリレーに対して不満を持ってるとか、仕事をサボってるとか、雷電将軍に忠実じゃないとか言って俺の神の目を押収しやがった。おかしいな。お前もメガリレーの執行者だろ？なんでメガリレーに不満を抱いてるんだ？
それは正直もう覚えてない。ただあの時は毎月何かをやっていたことだけは覚えてる。今はもうやる気すら起きないが。忘れただけならまだしも、心がなんかモヤモヤするんだ。誰かに借りがあるのにそれを思い出せないみたいな。お救い米と関係はあるのか？お救い米の横領なんてしてない。言っただろ、お救い米があったらこんな苦しい生活誰がするって言うんだ。それに俺の家はさっき放蕩団に強盗に入られたばかりだ。で、放蕩団を追っている途中、あいつらに止められたんだ。信じないって言うなら、放蕩団どもを懲らしめて、俺の家にお救い米があったかどうか聞いてみるといいさ。言っているようには見えなかったな。でも確証はない。やっぱり放蕩団のやつを捕まえて聞いてみよう。放蕩団が残した痕跡をたどれば見つけられるはずだ。まだ遠くに行ってないうちに早く追いかけようぜ。兄貴、今日はなかなかの収穫だったな。俺たちが行った武士たちの家、貧しかった一人を除けば他はみんな裕福でがっぽり稼げた。これくらいどうってことね。今日の成果は俺たちが億万長者になる一歩目に過ぎないんだからな。今日ここからお前たちを引き連れ、ヌスットの世界で偉業を成し、一躍有名になってやるぜ。兄貴万歳。どうやらあいつらがオイラたちの探してる放蕩団みたいだな。懲らしめてやろうぜ。相手を間違えた。おとなしく捕まれ。牽引全票。雨のような。よくもさあ引くぞ。はっ。くそ、なんでこんな俺の金が、頑張って盗んできた俺たちの成果が。なんとかしてくれ。そのいい身のこなしだな。放蕩団に入って俺たちと大事をなす気はないか。黒沢。ああ、覚えてるぜ。まさかあいつに言われてきたのか。くそ、なんてついてないんだ。あんなやつの家なんかによるんじゃなかったぜ。黒沢の家はどうだったんだよ。食料がたくさんあったんだろ。食料？んなもんねえよ。汚ねえ家ん中だったぜ。
そういえば一つだけ変わった箱があったな。きっと宝が入ってんだろう。他の奴らに見られたくなかったから戻ってから開けようと思ったんだが、そんな時にお前らに捕まっちまった。いっそこの箱で手を打つってのはどうだ。まだ少しは誠意が残ってるみたいだな。早く開けてみてくれ。あ、これは借用書。それにたくさんあるぞ。雑貨店の葵さんから借りたお金の借用書みたいだ。うわ、結構な大金だぞ。一体どういうことなんだろう。雑貨店に行って聞いてみようぜ。おい、お前たちはもう行っていいぞ。もうこんなことやるなよ。へい、ありがとうございます、若頭。借用書で手を打てたってことは俺たち儲かったんじゃないか。早くつらかるぞ。何でもありなつくも仏、何かお求めですか？それとも何か聞きたいことでもあるのでしょうか？黒沢さんのお友達でしたか。お客様は黒沢さんの代わりに借金を返しに来たのですか。いや、オイラたちはただこの借用書のことを知りたくて。黒沢さんはどうしてこんなにモラを借りたんだ。ここで何か貴重なものでも買ったのか？そうですね。黒沢さんは定期的にここで大量の食料を購入されています。上からの配給ではなく、彼自身のモラで。
しかし近頃は食料も値段が上がり、黒沢さん自身の俸禄では足りなくなったのでしょう。その時から借用書でモラを借りながら、以前と同じ量の食料を交換するようになりました。お救い米ってそういう経緯だったんだな。でもなんで昔と同じ量を買ってたんだ？食料の値段が上がったんなら少なめに買えばいいだろう。考えてもみてください。お救い米を受け取りに行く人々は、その食料がどれほどの期間持つか事前に考えておくのが普通ですよね。昼夜問わず綿密な計画をしたにもかかわらず、手に入ったのが予想より少なかったら、きっとがっかりするでしょう。黒沢さんはそういう思いをさせたくなかったんだと思います。人々の気持ちを大事に思い、借金をしてでも以前と同じ量の食料を買えてきたのです。過去に渡してきた食料は黒沢さんが全部自分で買ったものだったのか。なのに周囲の人から感謝されるどころかずっと責められて。人の態度は自身の置かれている状況によって変わるものです。生きるということに関してほとんどの人は他のことに気を回す余裕がなくなります。私からすれば、黒沢さんがお救い米の出所を最初から話していれば、このような面倒事も減っていたと思います。もちろん減るだけですが、彼がしたことは花から骨折り損のくたびれ儲けです。彼がどうしてお金を払ってお救い米を買ったのか、どうしてそれを公表して感謝されることをしなかったのか、私にも分かりません。もし気になるのでしたら、黒沢さんに直接聞いてみてはいかがでしょう。ああ、そういえば彼は神の目を押収されたばかりでしたね。それは厄介ですね。もし借金を返せないのでしたら、彼が大事にしていた刀を売るしかないかもしれません。刀？なんだそれ。黒沢さんから聞いていませんか？一年中身につけているほど彼には大事な刀があるんです。私も昔彼にその刀の来歴を聞いたのですが、これは父から譲り受けたもので、どんな高値でも売らないとだけ言われました。当時は少し残念に思ったほどです。何せ私はこの世の万物は値段で測ることができ、相応のモラを払えば何でも買えると思っていましたので、黒沢さんに刀の事情を聞いてみてください。あなた方の探している答えはその刀にあるかもしれません。もちろんその前にこちらでのお会計を済ませてくださいね。
でもオイラたち何も買ってないぞ。情報も売り物の一つ、そうでしょ。まあ確かに黒沢さんの情報は高くはつきませんね。特別秘密にしてくれとも言われていませんし、そうですね、2000モラでどうでしょう。少なくともお救い米の事情が分かったんだ。それと黒沢さんがずっと持ってる刀のことも本人に聞いてみよう。何か思い出すかもしれない。まだ続けるなら刀を抜くと言ったら二人とも言ったよ。やっぱりこいつは言葉で話すよりも便利だ。もしかすると俺もこれからは。そういえば宝刀団のことはもう調べたのか。俺が嘘をついてないのが分かっただろう。昔の俺はそんな奴だったのか。全く覚えがない。今お前たちに言われ振り返ってみても何も思い出せない。昔の俺はどうしてそんなことをやってたんだ。骨折り損じゃないか。理解できない。でも確かにさっきこの刀を握ってあの二人を脅そうとしたとき、体が本能的に抵抗するのを感じた。この刀、昔は俺の親父が帯刀していたものだったんだ。小さい頃、親父からそれを盗んで近所のガキたちの前で見せびらかしたのを覚えてる。その後親父にこっぴどく叱られたがな。親父は、なんて言ってたっけ。おかしい。また思い出せなくなった。神の目が奪われてから、何か大切なものを忘れたような気がするんだ。記憶のところどころに大きな空白があって、どうやっても思い出せない。ただ、親父はこの刀には、自分の心情があるって言ってたのを覚えてる。親父が亡くなる直前、その刀を俺に渡した。その時に言ってくれたんだ。この刀を持てばきっと。あれ？よく見ると刀の柄に何か文字が刻んであるぞ。刻んであるのかわかるか。仁義。
それだったらこの状況も説明がつくような気がするな。借金をしてでも他人の幸せを願う、それが俺にとっての最大の願いだったんだろう。だが仁義なんて何になる。その道に従って自分の金でお救い米を買った、結果はどうだ。天領奉行に神の目を奪われ、俺が助けていた人々からも理解されない。なのにあいつらに刀を向けた時、それでも心が痛んだ。これ以上の皮肉はないだろう。俺は善人になんかなれない、悪人にも。じゃあ俺は一体どうすればいいんだ。こいつもかわいそうな人だったんだな。借金のことはトーマに相談してみよう。シャブ業なら支援してくれるだろう。大事な刀を売るわけにはいかないからな。おお、願いを失うのって恐ろしいことなんだな。お前に神の目がなくてよかった。次の神の目を失った人のところに行こう。七子、そう悲しむな。師匠ならきっと無事だ。以前道場破りに来た奴らはどれだけ強くても師匠が任して追い返してたじゃないか。それでも私心配で。だって昔はどんなに危険な局面に陥ろうと師匠は動揺しなかったんですよ。それが今や。それは師匠が邪気に取りつかれたからだ。今回行われる邪気払いの儀式が終われば師匠もきっと元通りになるさ。君たちは誰だ。暇を持て余した野獣馬か、それとも師匠が邪気に取り憑かれてる隙を見て騒ぎを起こしに来たのか、どっちかは知らないが、とっとと帰ってくれ。さもないと俺の剣で切らせてもらう。弟子入り？そうそう、オイラたち明鏡止水流がすごいって聞いて、それを学ぶためにはるばる遠くから弟子入りに来たんだ。
ここに着いたら邪気とかなんとかが聞こえてきて。君たちの服装、確かに現地の人間ではないみたいだな。すまない、最近ここに来て面倒を起こす人が多くてな。俺たちも警戒心が強くなってた。あいにく俺たちの師匠は今邪気に取り憑かれてしまって、まだ体が回復してない。今弟子入りさせることはできない。どうやら確かに本気で弟子入りしたいみたいだな。わかった。妹弟子と一緒に君たちに師匠の状況を説明しよう。それを聞いてから帰るかどうか自分たちで決めてくれ。俺たちの師匠はドモンという。この名前は君たちも聞いたことがあるだろう。独学で剣術を学び、数々の有名な剣術家を任してきた。いっぱいもせずに。師匠は言ってたよ。自分の目標は天下一の剣術家になることだって。俺たちの修行に付き合ってる時も自分の剣術を磨き続けてた。そんな師匠の情熱に感化された俺たちは師匠の後をひたすら追いかけてたんだ。それなのに、少し前に師匠の神の目が奪われてから人が急激に変わってしまったのです。何かおかしなことをずっと言い続けていて、私たちにも剣の修行をするなと。兄弟子と相談した結果、師匠はきっと邪気に取り憑かれたのだと考え、鳴神大社の巫女様に邪気のお祓いを頼んだのです。しかし正直、私も師匠が良くなるかどうか分かりません。鳴神大社ってなんだ？鳴神大社知らないのか？あそこは鳴神島で一番大きな神社で、神社を司る大巫女様は雷電将軍と親密な関係にある人物らしい。俺たちじゃ大巫女様に出向いてもらうのは不可能だが、鳴神大社なら普通の巫女様でも邪気払いの力があるはずだ。だから安心しろ、七子。師匠はきっと良くなる。邪気払いの儀式は今夜行われる。もし興味があるのなら来てみてくれ。邪気に取り憑かれる。神の目を奪われるとそんなことになるのか。夜になったら来てみようぜ。来たか。君たちが来る直前まで師匠は発狂してたんだが、見ずに済んでよかったな。さっき妹弟子が師匠を支えていったが、どうやら師匠が誰かの名前をつぶやいてるのが聞こえたらしい。その人が誰か聞くと、師匠は急に怯えた表情になり、妹弟子を押しのけたそうだ。苦しみながら耳を塞いでいたらしい。血眼になって辺りを見回していた。ずっと名前を叫んでいたよ。俺たちが知ってる人も知らない人もいた。みんなかつて師匠に任された剣術家のようだ。
その中の一人である安西という人は師匠の元兄弟子だった。だが師匠に敗れてから当てもなくさまよい続けてるらしい。師匠はさっき彼の名前を何度も叫んでた。神社の巫女様が師匠を殴って気絶させなかったら儀式も続けられなかっただろう。邪気払いの儀式はもう始まってる。ここで結果を待ち、師匠の無事を祈ろう。君たちは少しここで待っててくれ。水を取ってくる。師匠が起きたら飲むだろうから。なんかさっきコソコソしてるやつが走ってったぞ。まさか邪気払いの儀式を邪魔しようとしてるのか。そうはさせるか。旅人、早く追いかけよう。ここか？もっと上に行って探してみよう。いた！あそこに。お前ら、なんでそんなに足が速いんだ。本当にドモンの弟子か。ドモンより速く感じたが。それとも何年も会わねえうちに土門のやつまた実力を上げたのか。おい、聞きたいことがあるのはこっちだ。お前は誰なんだ。こそこそしてるし、きっと悪いやつだろう。悪いやつ？お前らが生まれてくるずっと昔から俺とドモンは一緒に剣を学んできたんだ。もう昔のことはあまり喋りたくねえが、俺はドモンから兄弟子と呼ばれる立場なんだぞ。兄弟子？まさかお前。そうだ、俺が安西だ。ドモンに会いたくねえからに決まってるだろう。あいつと関係のあるやつともな。あの時俺とあいつは同じ剣術家の師匠のもとで一緒に明鏡止水流を学んでた。俺はあいつより5年も早く入門した。みんなに頼られる兄弟子だった。明鏡止水流は雑念のない心を追求する流派だ。そのため門下の弟子たちは名声などに興味を持たなかった。俺も含めてな。しかし土門は違った。あいつが門下に入って最初にやったのは、笑いながら師匠に向かってどうしたら天下一になれるんですかと聞いたことだ。その時師匠はあいつを叱った。剣術はそのような名声のためにあるものじゃないと。何日か剣を習っただけで最強になるなど心に雑念を持っている証拠。そんなんじゃ剣を学ぶなんて永遠にできない。
当時俺もそう考えてた。だが土門の剣術の成長はとてつもなく早く、俺にさえ追いついた。その時俺は確信したんだ。土門はとっくに雑念のない心という境地に達していたんだと。あいつの心には天下一を取ることしかなかった。剣術の極みを追い求め、どんなに挫折しようとあいつは立ち直った。すごい人なんだな。でもなんでその人に会いたくないんだ。それはあいつが来るまで俺は自分が明鏡止水流を受け継ぐことを目標にしていたからだ。師匠の弟子たちの中で俺は最も優れた才能を持ち、誰よりも剣の修行をし、みんなの期待を背負ってた。だがあいつが来てから全てが変わった。俺はあいつとの勝負に敗れ、メンツも地位も失い、門下を逃げ出したんだ。後から聞いた話だが、あいつは師匠とも勝負をしたらしい。師匠はすでに年を取っていて、勝負の中で最後の気力を使い果たしてしまったそうだ。それから俺はもうあいつと何の交流もしてねえ。だが正直なところ、俺はあいつの剣術とそれを追求する心を認めてる。だからあいつが発狂したと聞いた時は嘘だと思ってた。あいつが発狂なんかする玉か、明鏡止水の極みに達したやつなんだぞ。それでこっそり本当に狂ったかどうか確かめに来たんだ。なのにあいつ俺の名前なんか呼んでやがった。俺はてっきりもうとっくに忘れたのかと思ってたぜ。とにかくあいつに害を加えるつもりはねえよ。ただ確かめに来ただけなんだ。さあもう帰ってくれ。俺から話すことはもう何もねえ。邪気払いの儀式もすでに終わった頃だろう。おお、どうやら邪気払いの儀式を邪魔しに来たわけじゃなかったんだな。誤解だったみたいだ。でもこの人を連れて行くべきかどうかは迷うな。とりあえず邪気払いの儀式がどうなったか見に行ってみよう。何ですって。師匠は邪気に取り憑かれたわけじゃない。師匠は自分から狂ったとでも言うんですか。そんな、私は信じません。きっと何か事情があるに違いありません。七子落ち着け。申し訳ございません。私の力では土門さんが取り憑かれているのを確認することはできませんでした。しかしこの世界にはさまざまな蛇が存在します。その多くは私が今まで見たこともないもので、今の段階で結論を出すことはできません。それに
このことに転機がないとは限りません。先ほど私が得た情報によりますと、八重様があなた方の師匠に会ってみたいとおっしゃっているようです。八重様が、俺の知ってるあの八重様がですか？鳴神大社の大巫女様、八重様が？よかったです。これで師匠は助かります。ええ、八重様は幅広い知識を持ち合わせており、これまでも数々の災厄と邪気を払ってきました。あなた方の師匠が邪気に取り憑かれたのかは分かりませんが、八重様ならきっと正しい答えを導き出せるでしょう。その巫女様、八重様に会うには何か準備は必要でしょうか？必要ありません。唯一行うべきは、指定された時間に鳴神大社に着くことです。八重様は無駄に待つことを嫌っています。では私はこれで鳴神大社にてお会いしましょう。土門さんがいち早く回復することを祈っています。まさか八重様が俺たちの師匠を気にかけてくれるなんて。兄さんは師匠の名声が八重様の目に止まらないとでも言いたいのですか？いや、そんな、それは誤解だ。ただ八重様なんだぞ。噂では将軍様と深い関係にある大巫女様だって。とにかく明日は君も来てくれ。わざわざ遠くから弟子入りに来たんだ。どんな結果になろうと、我々明鏡止水流は君に結果をもたらすべきだろう。オイラもその八重様って人が気になるぞ。その人から雷電将軍の情報を聞き出せるかもしれないしな。
純也の言ってた通り、すごく強いオーラを放ってるぞ。それに、さっきオイラたちのことを見てなかったか？オイラの見間違いだったかも。何せオイラたちとあの人って初めて会ったはずだから。来るな、俺に近づくな。もう剣はやめたんだ、許してくれ。見ての通りです、八重様。土門さんはずっとこの状態です。かつて彼に負けた人が周りで自分を罵っているようで、とても苦しんでいます。八重様、師匠は邪気に取り憑かれたのでしょうか？師匠は以前このような感じではありませんでした。師匠は昔どんなことがあっても笑っていたのです。残念じゃが、何時らの師匠から邪気は感じられぬ。では師匠は？そう、自らこのようになった。巨大な重圧に耐えかね、心は崩壊、精神も傷つき、最後には発狂する。水に落ちたもののように、あがけばあがくほど暗く冷たき深海に落ちる。原因はおそらく神の目を失ったことじゃろう。神の目を奪われるというのは願いを奪われることと同じじゃ。願い、しかし八重様、願いを奪われたというのなら師匠は一般の人に戻るだけなんじゃないですか？どうして発狂なんて。何時らの流派、明鏡止水流と言ったか。いいな、じゃが今のこの世の中、本物の明鏡止水などどこにもあらぬ。名声に興味ないと自称する者は弟弟子に破られ門下を去る。年配の剣術家は怒りを抱き、自身の教え子に勝負を仕掛ける。では雑念がないように見える者がその手で自身の師匠と兄弟子を任した時、本当に何も感じぬと思うか。八重様のおっしゃる意味は。剣の道とは
千変万化。剣術で天下一を取ることは凡人にとってたやすいものではない。その手に剣を持ち、他者の夢を打ち砕いていく必要がある。たとえそれが彼の近くにいる親しいものであろうとも。ゆえに天下一を取るという願いに執着し、苦しみを一時的に忘れることで先に進むことができたのじゃろう。その願いが失われた時、彼は自分を否定し始め、恐怖にもがく。そしてこのようになる。そう、あの未熟なわらわの友人のように。師匠はずっとそのような苦しみを抱えてきたのですね。すまない、全部俺のせいなんだ。父さん、師匠、安西さん、もういい。え、さっき会ったドモンさんの兄弟子、なんでここに。オイラたちの後をこっそりつけてきたのか。安西、どうして安西が二人鬼なのか。俺に復讐しに来たんだろう。分かってるさ、やはり俺はあの時。確かに俺はお前のことを気に食わねえやつだと思ってる。だがお前の謝罪なんか聞きたくねえ。何年も経ち、もう全部理解した。鼻からお前は間違ったことなんか何もしてねえ。間違えてたのは俺なんだ。メンツを失うことに耐えかねて門下から逃げ出した。お前に任されたほとんどの奴がお前を責めたりなんかしねえと俺は信じてる。それどころか、俺たちは自分たちの願いをお前に託した。お前がさらに高みに行けることを願ってた。お前の願いが奪われ、俺たちの期待に応えられねえことはもう知ってる。だけどお前はあいつらの願いまで奪っちゃならねえ。剣術を磨き、天下一を取る。お前があいつらに教えたことじゃねえか。だがいつの日かあいつらも俺のように。血をにじませながら天下一を追いかけるかもしれない。最初から間違ってたんだよ。いつの日かあいつらも俺みたいになるっていうのなら、俺は前に進むことをやめ、ここで立ち止まる方がマシだ。そいつらの考えを聞いたことはあるか。師匠、師匠は以前海賊から私を救ってくださいました。私はその時師匠の後ろを追いかけることに決めたのです。将来師匠のように苦しむのかなんて私には分かりません。
ただ私にわかるのは、今の私はまだ止まりたくないということだけです。いつの日か正々堂々胸を張り、私は師匠の弟子で明鏡止水流の伝承者なんだと皆さんに伝えることができると信じています。七子だけじゃない、俺たち他のみんなもそう思ってる。お前たち、ほら見ろ、自分の願いをそいつらに託してもいいんじゃねえか。願いが奪われるなんてこと俺は経験したこともないからわかるはずもねえ。だがお前に負けたあの時、俺も願いが砕かれる瞬間を感じたことはある。だからよ、俺が自分の願いをお前に託したように、お前もそいつらに願いを託せ。俺とお前は違う。俺が去った時、俺には何にもなかった。だがお前にはこんなにも優秀な弟子たちがたくさんいるじゃねえか。そうか、分かったよ。すまなかった。明鏡止水流の師範だというのにお前たちに心配をかけてしまった。今の俺は天下一になんて興味はない。心にある虚無と苦痛が解消されない限り、再び雑念のない心に到達することは不可能だろう。だがお前たちの師匠として、俺がこの人生で学んだ全てのものをお前たちに教えてやれる。この点は兄弟子にも監督してもらいたい。もちろん見張っておくさ。また発狂されたら困るのはこっちだからな。だが俺はもう今の気ままな生活に慣れてる。道場に残るのはやめておこう。たまにお前のところに行ってサボってねえか見てやる。何をほうけてるんだ。早く八重様に礼を言って帰るぞ。うんうん、奪われた願いを弟子たちに受け継がせる。これで解決したよな。旅人さん、お待ちを。八重様からお話がございます。やはりわらわの気のせいじゃなかった。異郷から訪れる風、この海域に新たな望みを吹きつける。わらわたちの出会いは少々早すぎたかもしれぬ。じゃが汝がこの島を訪れた時期はちょうどよかったと言えよう。わらわの期待に応えられるよう励むがよい、わったよ。あの八重様って人、お前に興味津々みたいだな。不思議なやつだな。さっき言ったことの意味は一体。まあこれについてはまた今度話そう。今は早く戻って彩香に報告しようぜ。
後の願いも叶えたぞ。うん。お、綾子？お、うん、うん、うん、こうして会うのは初めてですね、旅人さん、パイモンさん。あなた方が友人たちを手伝ってくれたことはすでにお聞きしました。本当にお疲れ様でした。そうだぞ、神の目を取り戻さない限り何をやっても効果がない気が。そういえば綾香、どうして今回は出てきたんだ？あの三つの出来事から私はすでにあなた方を友人とみなしたからです。トーマと話す時と同じように友人とはすだれ越しにお話はできません。うんうん、ちょっと待った、トーマってお前の嫌いだろ。おいら嫌いは嫌だぞ。パイモンさんは本当に面白い方ですね。トーマは私の家来である以前に私の友人でございます。そっか、なんか屏風の後ろから出てきた綾香、雰囲気も違う気がするぞ。わかった、じゃあお前の友達になってやる。ありがとうございます。では本題に戻りますが、神の目を失った方々の苦しみを見てどのように感じられたでしょうか。神である将軍様の目には全ての生き物は一つ一つの生命に過ぎないのかもしれません。雷鳴、成功、強風、周雨、それらの到来は人々の思いに配慮することなどありません。しかしあなたでしたらきっと感じ取っていただけますよね。どうやら私の気持ちを理解していただけたようですね。であればもう一度お考えを。本当ですか？はい、もちろんです。まったく、お嬢にはかなわない。彼女はそれらを放ってはおけないお方だと言ったではありませんか。
やはり私は正しい方を信じることができました。ではこのことはご内密にお願いします。木漏れ茶屋に向かいましょう。シャブ業にいる一般の方を巻き添えにしないためにも。またここに来たな。先に話を始めてくれ。俺は周囲の見張りをしてくるよ。ここは一体何のための場所なんだ？どうしていつもここに集合するんだよ。ここはかつて将軍様から与えられたシャブ業の放置。シャブ業上里家のみが計画、建設、修理、そして出入りするものの管理を許されています。これらはすべてシャブ業の祭祀事務の特殊性に関係しています。多くの場合で周りの方を近づかせないようにする必要がございますので。おいらわかったぞ。神秘的な雰囲気が必要なんだな。その後、城内での祭祀が減ってから、シャブ業の人間のみが自由に出入りできるこの茶室を先輩方が建てられたのです。そっか、確かに秘密基地にはぴったりだ。さて、ここでは自由に話すことができます。何かご質問はございますか？将軍様。私は将軍様とそれほど多くお会いしたことはございません。お会いしたのもそのほとんどが祭祀の儀式場でのことです。記憶ではとても威厳ある方で、高貴で尊く、類を見ないほどの威圧感を放っていました。それ以外で最も印象的だったのは、彼女には感情がほとんどなく、統治者というよりも無情な執行者として、様々な形で永遠という唯一の目標を実践しているようでした。実はほとんどの方にとってメガリレーは自身と関係ないことなのです。神の目を持つ者はそれほど数が多くありません。それどころか嫉妬を招くほどです。そのため多くの民はそれに対して無関心なのです。そんな、あまりいい気はしないな。しかし私たち以外にも遠方の渡墨島に抵抗軍が存在しています。抵抗軍？メガリレーに抵抗してるのか？はい、神の目を失った者や
失うことを恐れている者が渡墨島の三五宮のもとで抵抗組織を結成したのです。三五宮に関してはもともと鳴神島の幕府と信仰上の衝突をしていたようです。彼女らの率いる抵抗軍に他の意図があるかどうかは分かりませんが、もちろん試みました。しかしメガリレーを廃止する提案が天守閣へ届くたび、天領奉行と勘定奉行による両奉行の否決によって毎回却下されてしまうのです。彼らは無条件で将軍様の決定を支持する態度をとっており、相談の余地さえ見当たりません。そもそも将軍様が突然メガリレーを出したのは一体どのような理由からなのでしょう。おや、パイモンさん、何が聞きたいのでしょう。どうやってメガリレーに抵抗するんだ。正直まだ決まっていません。おい、メガリレーに抵抗するということは神に抗うことにもなります。その覚悟を決めるだけでも容易なことではございません。じゃあどうするんだよ。今のところ私たちにできるのはメガリレーによる損害を減らす方法を探し出すことだけでしょう。例えば神の目の所有者をかくまったり、偽の神の目を作りその場をしのいだりすることです。神の目って偽物が作れるのか。花見坂の手芸職人の手にかかれば肉眼では見分けのつかない偽の神の目を作り出すことができます。しかし現在ある問題がございます。かねてより私たちのために偽の神の目を製造してきた正勝先生が数日前に天領奉行の方に身柄を拘束されてしまいました。見つかっちゃったのか。はい、長期的な解決策ではなかったので見つかるのも仕方なかったのですが、このまま正勝先生を見捨てるわけにはいきません。私もそう思います。しかし脱獄となりますと、私とトーマはシャブ業としての身分がございますので、このことが露見すれば上里家全体を巻き込んでしまいます。その後の行動での支援も難しくなるでしょう。もう
ちろんこのことをすべてあなた一人に丸投げすることはいたしません。準備が整い次第花見坂へ向かってください。そこに長野原という花火屋がございます。そこであなたを手助けしてくれる方を見つけられるでしょう。